こんにちは、レイトプロジェクトの滝沢健一です。さあ本日もですね、視聴者の方から素敵な質問をいただいておりますので Q&A コーナー行ってみたいと思います。さあ早速行ってみましょう。はい、本日質問をいただいたのはハンドルネーム大ちゃんさんからの質問となっております。ありがとうございます。タッキーさん、こんばんは。いつも楽しくためになる動画を拝見させてもらっています。質問なのですが、タッキーさんと同い年でボード歴6年です。 JSBA2級を持っている自分です。グラトリもキッカーも全くできないのですが、これから、練習をしてそこそこできるようになりますか。スイッチもできないので、この動画を見て今期から練習しようと考えております。という、ね、質問となっております。自分ですね、今41歳となります。なので質問をいただいた方も41歳でボード歴6年で、今 JSBA の、ね、バッチテスト2級持ってますよって、ね、方からね質問ですね。それで、実際グランドトリックキッカーができるようになりますかっていうね、質問となっております。さあお答えさせていただきます。もちろんできます、楽しむレベルまでね持っていきましょう、実際ですね、ここでオリンピック出れますかって聞かれたら、さすがに自分も無理ですってね、言いますけども、楽しむレベルまで、するのには正直あまり年齢は関係ないのかなってね思いますね。もちろんあれですよ、世界最先端の技術を身につけたいですとか、そのリスクのあるキッカーで 20m 飛び出すっていうのはまた別の話として、スキー場で一般的に楽しむレベル、キッカーであればね 8m ぐらいまでとか、サイズを決めて飛ぶだとか、グランドでトリックであれば3、5までかな、ぐらいまで、ちょっと狙って、練習しますよだったりとかね、ぐらいはね全然できると思います。ただし怪我のリスクがどうしても伴いますので、自分も経験してますけど、若いうちと違ってね、ちょっとね怪我がね治りづらい、ね、この年になると正直怪我が治りづらいというのをちょっと、ね、実感しておりますので、怪我のしないようにちゃんと基礎から組み立てていって、徐々に、ね、練習していくようにしてあげてください。はい、おすすめしている、ね、練習方法としては、まず頭で理解する、ね、こういう動画を見たりだとか、まあ、そういうハウツーだとかレッスンとかに行って、まず理論的に、ね、理解するようにしましょう、ね、そしてベイビーステップっていう練習の仕方なんですけど、まずはできることから少しずつ練習していって、目標の技に近づけていくっていう、ね、練習方法を、ね、取るようにしてあげてください。これはね、練習方法でですね、若い頃の子供の頃と大人になってからって、実は練習方法って大きく違うんですよね。自分も教えていますので、その辺もね、いろいろその対象の生徒さんによって使い分ける練習方法を使い分けるんですが、まず若い方ね、お子様っていうのは基本的に、脳みそがですね、真似する脳って言われてます。人のモノマネが得意な脳みそなんですよね。まあ、例えば赤ちゃんの頃って別に喋れないし言葉もわからないけど、なんか大人のやってることを真似していって立てるようになったりだとか、喋れるようになったりとかって成長していきますよね。まあそういうような特性を脳みそ自体がそういうのを持ってます。しかしながら大人になるにつれて、どんどん脳みそが発達していくと、今度は真似するっていう力が今度は衰えていって、逆に理論的にの物事を考えれるように脳みそが進化していくっていうふうに、ね、言われています。ですから大人になると、ひたすら人のやってることを真似しようって頑張ってもできないんですよね、なかなか。なのでまずは理論的に物事を、ちゃんと整理する。でその理論的に整理したことをできることからまずはやっていく。例えば、オーリーの180、ね、グランドトリックでオーリーの180をやろうとしましょう。じゃあオーリーの180っていうのはどんな技をねでできてるのかっていうのを分解していって、オーリーの180ですから、オーリーできないとダメだな、ね、180だから両足でね180度に回れないとダメだな、ね、その前にじゃあ今回の話にあったスイッチで着地するんだから、スイッチの練習しなくちゃいけないな、ね、さらにそのオーリーをやるためには両足ジャンプをしなくちゃいけないな、板の反発を使うためにはテールプレス練習しなきゃいけないな、ね、っていうような形で、もとそもそもね、あとはターンちゃんと練習しなきゃいけないなとか、全部細かく分けていって、一つ一つの動作が簡単な動作になるまで、
分けていくんですね。でそれを一つ一つ潰していって、簡単なものから練習していく、それから徐々にできるようになっていって、最終的にオーリーの180ね、完成させていくというようなねやり方を取っていくと、これはね確実に上達します。僕のレッスンでも、取っているね、練習方法ですけども、このベイビーステップっていうね、やり方についてはちょっとベイビーステップって検索すればね出てくると思うので、そういったね、練習方法をね、この年齢の方はねやった方がいいかなと思います。社会人になるとねこの練習方法の方がいいかなとね、思いますね。はい、という感じで、ぜひですね、年齢関係なく楽しめます。自分の生徒さんもですね、もう還暦迎えた方もいらっしゃいますので、その方も50歳超えてからねスノーボード始めて、キッカーも飛んでますし、グラトリもやってますし、最近はカービングにハマったんですね、カービングがっちり練習してますけども、まあ、そういった方もいらっしゃいますので、ぜひぜひ、41歳であればまだ若いね、まだまだ遊べます、ね、ですからぜひですね今年はね、まずはスイッチ練習して、どんどんグランドトリックとかキッカーにもね、挑戦していってもらいたいなと思います。はい、本日以上となります。本日質問をいただいたのは、ハンドルネーム大ちゃんさんからね素敵な質問でした。ありがとうございました。はい、ぜひ質問のある方はコメント欄の方にね質問よろしくお願いいたします、ね、こんな感じでね、みんなにもねシェアした方が面白いかなっていうね質問に関してはね動画作って解説させていただきたいと思います。ただしちょっとですね僕の方もですね今忙しく、もう冬直前で忙しくなってきておりますので、コメントが返せておりませんね。コメントどんどん溜まっていってしまってますが、ちょっとね気長に待っていただけたらと思います。はい、あとですねこの動画ためになったなって方はぜひ高評価いいねよろしくお願いいたします。そしてぜひチャンネル登録ねよろしくお願いいたします。今シーズンは頑張って10万人目指しますね。はい、それでは本日の動画以上となります。長い時間最後までご覧いただき本当にありがとうございました。次回の動画でまたお会いしましょう。レイトプロジェクトの滝沢健二でした。